皆さん、こんにちは。若くして銀幕を代表するスターとなった赤木慶一郎さん。赤木慶一郎さんが創生していなければ、間違いなく日本芸能界の歴史は大きく変わっていたことでしょう。赤木慶一郎さんは、本名を赤塚千佳浩と言い、1939年5月8日生まれ、神奈川県の出身です。1958年に日活の第4期ニューフェイスとなった赤木慶一郎さん。同年公開の映画「紅の翼」にエキストラ出演し、映画デビューを果たすと西洋的な風貌と雰囲気が評判になりました。同時期に活躍していたハリウッドスターのトニー・カーティスさんに似ていたこともあって、トニーという愛称で親しまれていました。赤木慶一郎さんが映画初主演を務めたのは1959年の「素っ裸の年齢」です。その後も多くの映画に主演し、タフガイ、石原裕次郎さん、マイトガイ、小林旭さんと並び、第三の男と呼ばれるようになります。ちなみにエキストラとして出演した映画、紅の翼で主演を務めていたのが石原裕次郎さんでした。これほど早く石原裕次郎さんと並ぶほどの存在になるなんて誰が予想できたでしょうか。毎年のようにニューフェイスとして将来を期待されるスターが誕生していた当時の映画界で、その中でも赤木慶一郎さんほどのスピードで出世街道を駆け上がった人は数えるほどしかいません。赤木慶一郎さんがいかに稀有な存在だったかがよくわかります。日活だけでなく日本の映画界を支えていくことが期待された赤木慶一郎さん。ところが1961年に21歳という若さで突然亡くなってしまいます。将来を渇望されたスターの急死に日本中が騒然となりました。活躍した期間は短いものの、間違いなく日本芸能界にその名を残す赤木慶一郎さん。なぜか息子がいるという噂があるようです。ですが21歳という若さで亡くなった赤木慶一郎さんは未婚でした。そのため息子がいるはずがありません。過去に交際していた女性が人知れず妊娠、出産していたという可能性もあるかもしれませんが、いくら調べてもそのような情報は見つかりませんでした。一体なぜ赤木慶一郎さんに息子がいるという噂が出たのか不思議です。21歳という若さで急死した赤木慶一郎さん。死因は前頭骨亀裂骨折に伴う硬膜下出血ですが、直接の死因となったのは事故でした。怪我をしてしまった石原裕次郎さんの代役として激流に生きる男の撮影をしていた赤木慶一郎さん。1961年2月14日東京都調布市の日活撮影所でアクション映画激流に生きる男の撮影が行われていました。正午過ぎに主演の赤木慶一郎さんが撮影所に現れたそうです。ちょうどこの日、赤木慶一郎さんが欲しがっていたレース用ゴーカートの見本が撮影所に届けられていました。赤木慶一郎さんは正午の約束で取材に来た雑誌記者に挨拶をした後、ちょっと待っててという言葉を残しゴーカートに向かいます。業者による運転方法の説明を聞き、彼は白いヘルメットとサングラスをつけ、おもちゃを与えられた子供のような無邪気な笑顔で乗り込みました。ゴーカートを発進させた赤木慶一郎さんは別の映画の撮影を終え、昼食に向かう宍戸錠さんや三谷秀明さんらの横を手を振りながらノロノロ運転で走り抜けます。その直後、十字路を曲がろうとしましたが、なぜかスピードを上げて曲がりきれずに大道具倉庫のてっぺんに轟音を立てて激突したのでした。現場のすぐ近くに居合わせ見学していた映画館主は、右足を突っ張らせて必死にカートを操ろうとする赤木慶一郎さんの姿を見ています。ブレーキとアクセルの踏み間違えと思われる事故でした。赤木慶一郎さんはゴーカートから投げ出され、頭から血を流して倒れていたのです。顔の右半力が潰れ、口からは吐血もしていました。映画館主らが抱え起こしましたが、館主の背広も瞬く間に血で染まったそうです。撮影所内は大騒ぎになりました。赤木慶一郎さんは間もなく近くにある自衛大附属第三病院に担ぎ込まれますが、意識はなく頭蓋骨骨折と右眼下骨折などの重傷で、19時50分から緊急手術を受けましたが、後頭部の頭蓋骨は手がつけられない状態でした。一時的に回復の兆しも現れましたが、結局2月21日朝、肺炎と頭蓋内出血で息を引き取ったのです。
21歳と9ヶ月の生涯でした。撮影中だった映画激流に生きる男はもともと石原裕次郎さんが主演する予定だったのですが、石原裕次郎さんはスキーで骨折したため主演が赤木圭一郎さんに代わるという経緯をたどっていました。再び主役を失ったこの映画は、当時新人だった高橋英樹さんを主演に抜擢し、翌年公開されます。当時は子役として活動しており、同映画の撮影にも参加していた江木敏夫さん、赤木圭一郎さんからゴーカートに誘われていたそうですが、小林旭さんに食事に誘われたことでゴーカートには乗らなかったそうです。もし江木敏夫さんがゴーカートに乗って亡くなっていたら、フォーリーブスが結成されることはなかったでしょう。フォーリーブスが結成されなかったら、ジャニーズ事務所が今のような大規模な事務所となっていなかったかもしれません。また赤木圭一郎さんが亡くなった後に代役に指名されたのが高橋英樹さんです。1961年に第5期ニューフェイスとして日活に入ったばかりの新人が主演級で出演するのは当時としては異例のことでした。この映画がきっかけで高橋英樹さんは一躍注目を集める存在になります。その後の活躍ぶりは誰もが知るところでしょう。日本芸能界にとって大きな転機となった赤木圭一郎さんの事故死だったそうです。良くも悪くもその後の芸能界に大きな影響を与えたことは間違いありません。亡くなってからも6年間にわたって男性俳優部門でトップ10に入るほどブロマイドが売れ続けたという赤木圭一郎さん。同年には激流に生きる男の未完成フィルムの一部とゆかりの俳優たちの座談会などで構成された赤木圭一郎は生きている激流に生きる男が公開され、写真集やレコードも発売されました。赤木圭一郎を偲ぶ会の野口正光会長は、赤木が亡くなって今年2021年で60周年ですが、赤木圭一郎を知らない世代の若者も入会しており、こんなにオーラのある俳優は赤木圭一郎だけかもしれません。まさに100年に1人の大スターだと思いますと語りました。また小林旭さんも後年、もし赤木圭一郎が生きていたら俺も裕次郎も霞んでいたと赤木のスター性を高く評価しています。それだけ赤木圭一郎さんを忘れられない人が多かったという証拠でしょう。赤木圭一郎さんがいかに多くの人々に愛されていたかがよくわかります。三輪明宏さんもそんな赤木圭一郎さんに魅了された一人でした。それだけでなく、二人が恋愛関係にあったことを三輪明宏さんは明かしています。共に芸能界で活躍していた赤木圭一郎さんと三輪明宏さん、意外にも文学の話題がきっかけで交流が始まったそうです。三輪明宏さんが音楽と文学を愛するのは有名です。どうやら赤木圭一郎さんも負けず劣らずの文学青年だったようです。赤木圭一郎さんの死去で終わりを迎えた二人の交際、ショックはあまりにも大きく、三輪明宏さんは代表曲の愛の賛歌をしばらくの間まともに歌うことができなかったそうです。かの文豪三島由紀夫さんに、君には一つ欠点がある、それは俺に惚れないことだと言わしめた三輪明宏さんをも虜にした赤木圭一郎さん、その事実だけで生前の赤木圭一郎さんを知らなくともどれだけ魅力的な人だったかが伝わってきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。